影の車は、松本清張が1961年8月に出版した短編集。及び、当該短編集に収録された短編小説、潜在光景を原作とする映画、テレビドラマ。都心から80分ばかりかかる、住宅地に住む浜島幸男は、会社帰りのバスの中で、小磯康子から声をかけられ、学生時代以来の再会をする。 一週間後、再びバスの中で遭遇した安子は、家に立ち寄るよう進めた。思い切って、バスを降りた浜島は、安子が夫を失い、保険の集金の仕事をしながら、六歳の健一という、名前の息子と二人で暮らしているのを知る。安子の態度に、妻には見られない、優しさを感じる浜島。他方、浜島の妻は、それほど温かい気持ちの女ではなく、 家の中は、作爆としていた。浜島と安子の間は、急速に進み、二人は結ばれる。少ない収入にもかかわらず、浜島に心から使える安子。しかし、息子の健一はひどく人見知りし、一向に浜島になれない。安子と話をしていても、健一の存在が煙たく、気持ちに引っかかってくる浜島。浜島はふと、 自分の小さい時の記憶を途切れ途切れに思い出すようになったが、その記憶に潜在する光景が、現在の浜島に思わぬ影をもたらす。1970年6月6日に、小畜系にて公開された。主な舞台を、東急田園都市線、藤ヶ丘駅周辺の、笹尾山団地都市、浜島の勤務先を、旅行代理店、妻、稽古の職業を、 フラワー教室とするなど、時代背景は高度経済成長の進行を踏まえた設定となっている。また、本映画オリジナルの設定として、浜島と安子の故郷を千葉県千倉町としている。1970年度キネマ順報ベスト10第7位に選出されている。現在は DVD 化されている。 他1971年9月13日から11月5日まで、フジテレビ系列のライオン奥様劇場は国て、全40回の連続ドラマとして放映。タイトルは、影の車。テレビ映画。白黒作品。松本成長サスペンス。潜在後景。1988年9月5日、関西テレビ制作。 フジテレビ系列の月曜サスペンスは国手放映。視聴率17.3%。本作品は、主人公の浜島が少年に暴力を振るったところを、少年の母親安子に見とがめられ、二度と来ないで、となじられて追い返される場面で終わっており、少年への殺人未遂で逮捕されて、取り調べを受ける場面はない。松本成長特別企画、影の車。 2001年2月19日21時 -22、54、TBS 系列にて放映。第38回ギャラクシー賞テレビ部門奨励賞受賞作品。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。潜在後継に関するカテゴリー。ありがとうございます。